だな。誰かしら、なるみさん家の女の子？まさかもしかしてあなたは。またこうしてあなたと出会えるなんて。ショーゴ、こっちこっち。ガレージだよ。ウェルカム、ウェルカム。入って。ごめんね、ちょっと強引だった。ショーゴを喜ばせそうなちょっとしたネタがあってね。本日発売のほやほや、さっき買ってきたばっか。
ぱ気が合うよね、私たち。じゃ、交換しようよ。だって、せっかくの正吾の心遣いだからね。私は正吾の気持ちがこもってる方が欲しいよ。おっと、やっぱ気持ち入りの方が重いみたい。なんてね。この君は午前くんでも午後くんでもなくて、正午くんよ、小読みったら。正午くん、でかい声出さないでよ、やっかましいな。そうよ、ねえ、何かあったの？頑張ってるみたいだから。やっほー、しずる先輩の手作りアイス、いただき、いただき。ちょっとライル、あたしも差し入れがあるのよ。わかってるでしょ。しょうごのしずる先輩のお手製アイスないのよ。すっごくおいしいんだから。バナナストーパーとウニパン。
どこがおかしいことあるのよ。ちょっと、その鋼鉄ポールの裏から出てきなさい。小読み先輩、それって鋼鉄ポールじゃないの？そうなの？それにしても翔吾くんのトーテムポール好きには困ったものね。じゃあまた来てね。バハハイ。あ、そう、やっと出てきたね。今日はありがとね。じゃあ、じっくり聞き込んでくれた？それって聞き込みが足りてないよ。持って帰って復習。よろしい。じゃあ、ショーゴ、また遊びに来てね。全然邪魔なんかじゃないって。楽しいよ、ショーゴと過ごすのって。うん、また絶対来てよね。バッハーイ。切れるわね。いやいや、それほどでもないですよ、カナタさん。お、シャゴ。はーい、シャゴ。いらっしゃい、ショーゴくん。アイスコーヒーでいい？どこかの帰りか。何、翔吾、君なんかいいことでもあった？機嫌いいじゃん。
しましたか、かなたさん。この MD、あのライブじゃん。すっごいね。よく手に入れたね。レアものなの？見せて。ポーキーポーキーの海賊版か。じゃあ貴重だね。地下室って地下屋のあそこのライブハウス？そう、隠し撮ってた人がいたんだ。へえ、よく見つけたね。気分になったから。帰る。バーイ。カナタさん、さようなら。ショウゴ、お前のせいでカナタさんの機嫌を損ねただろ。だって今のお前の対応ちょっと冷たくなかったか？